画面。1週間前、夜中に目を覚ました。部屋が薄明るい。どうやらテレビをつけっぱなしで寝てしまったらしい。消さなきゃ。あれ、体が動かない。金縛りだった。目は動いた。キョロキョロと辺りを見回す。時計に目が行く。時刻は午前4時21分。ふとテレビの画面に目が行った。砂嵐が映っていない。代わりに6320という数字が映っていた。パッと画面が切り替わった。次は口元が映っていた。正確には人の顔の鼻から下、首から上の部分が映っていた。どこかで見たことのある口だった。恐怖はあったが、俺は不思議とテレビの画面に見入ってしまった。画面の口が動いた。にやりと笑ったような表情を作った。ずーっと画面の口の端から液体が漏れた。赤かった。血。止まらない。どんどんと流れてくる。最終的には顎から滴り落ちるくらいまで垂れていた。その間も金縛りは続いていた。その血を見ているとだんだん頭がぼーっとしてきた。目がかすむ。テレビの画面を見る。画面が遠ざかっていく。カメラが口から顔全体を映すかのように遠ざかっていく。俺は顔を確認しようと必死にその画面を見た。すると鼻が映った。え、この形。うわ、眩しい。朝になっていた。テレビから音が聞こえる。見慣れたニュースキャスターが映っていた。顔、見れなかった。でも、あの鼻と口のパーツは、俺、知ってる。妹の顔のパーツ。妹が事故に遭うとか、そういう警告だったのだろうか。現在妹は元気に生活している。ホーム。今は京王線禁煙になってるじゃないですか。まだ禁煙になってなかった頃の話なんですけど、府中駅の近くで当時働いていて、残業やらなんやらで終電に乗ることになったんです。
喫煙場所でタバコを吸おうとライターを取り出したら、25歳ぐらいの女の人がスタスタ歩いてきて、俺のことをじーっと見つめてくるんです。なんだよって思っていたら、ライター貸していただけますかって聞かれた。ああ、なんだって思ってライターを手渡したら、その女はにっこりと笑って、俺のことを見つめたまんま、突然自分の髪の毛を燃やし始めた。びっくりした俺は、やめなさいと大声でライターを取り上げようとした。そしたらその女はライターを線路にぶん投げて、ケラケラと笑いながらライターの後を追って線路の中へ。何が何だか分からず、あっけに取られる俺と、そこで終電のアナウンス。我に返った俺は、おい上がってこいって大声で叫んで線路を覗いた。そしたらその女がホーム下のくぼみ、避難所からにょきっと頭だけを出して、仰向けみたいな感じでこっちを見て笑ってた。すんげえびっくりして俺は尻餅をついた。電車が入ってくる。やべえ、あの女死んじゃうよって焦って周りを見たら、他の人はそしらぬ顔で携帯をいじっていた。で、ハッとした。ホーム下のくぼみって、人が一人入って仰向けになって頭だけを出せるぐらいのスペースってないだろう。夢でも見たかと思ったんだけど、俺のポケットからはライターがなくなっていた。タクシー。以前勤めていた会社で九州に出張した時のこと。泊まっていたホテル近くの繁華街に夕食を兼ねて一人で飲みに出かけたんよ。でその帰り、ほどほどに酔っ払ったからホテルに帰ろうとタクシーを拾って、2、3分乗ったところでおかしなことに気がついた。なんかタクシーの運転手がずっと小声でブツブツ言ってるんだ。最初はこっちに話しかけてきてんのかなと思ったんだけど、面倒だから聞き流していた。でもよく聞いてみると、どうも独り言でわけのわからないことを言ってる。よく覚えてないんだけど、なんか階段を上がったら危ないだとか、電池が切れるから直進をするとか、本当に意味不明の内容だったんだ。そんなんだから、うわあ、この運転手なんかやべえ人だなとか思いながら、でも乗っちゃったし、とりあえず道も間違えてないようだったからそのまま乗っていた。そんなに遠いところじゃなかったから、ホテルにもすぐ到着した。お金を払う段階で変な対応されたらどうしようとか思っていたけど、
その時だけは何事もなかったかのように、正常な人と変わらないやりとりだった。ちょっとまじまじと顔を見ちゃったけど、至って普通だったし。タクシーから俺が降りると、そのままタクシーはドアを閉めて走っていったんだけど、やばいことに気づいたのはその時。ウィンドウ越しにタクシーの中を見ると、さっきまで俺が座っていた横、つまり運転席の真後ろの後部座席に中年の女の人が座っているんだ。さっきまで俺しか乗っていなかったんだから、誰もいるはずないのに。なんか主婦が久々のお出かけのために似合っていないスーツを着たって感じの格好だった。顔はすごい無表情。そいつがずっと運転席の方を向いたまま座っていたんだ。一気に酔いが覚めた。怖くてその日は電気をつけっぱなしで風呂にも入らず寝たんだけど、結局その後は何もなかった。でもあれが何だったのか未だにわからない。貴族。先ほど体験した話です。卒論の調べ物に追われていて、気づいたら7時を回っていました。頭も使いお腹が空いたので、仲のいい友達3人を連れて食事に行くことにしました。私が運転したのですが、外は雪でアイスバーンになりつつあり、怖いねって言いながら慎重に運転していました。バイパスに出るために長い信号待ちをしていました。前の車は黒の BB でした。冬なので車間距離を少し長めに保っていました。信号待ちの間、みんなでくだらないことを喋っていたんですが、私の車に、ダンと、鈍い衝撃を感じ、びっくりして周りを確認すると、ヨーロッパの中世の貴族のような女の人が、車の前の方の開く部分に片手をついて、私たちから見て、左の空中を眺めていました。そんな格好でいることも気になりましたが、危ないところに立っているし、何より片手をつけられてることに憤慨し、窓を開け注意してやろうと思いました。しかしその女の人はそのまま2、3度と叩いて、こちらは唖然としていたら、後ろからクラクションを鳴らされました。いつの間にか信号が変わっていて、はっとした時にはもう女の人は辺りから消えていました。私だけではなく、車に乗っていた友達全員がその人を見ていました。その後は皆無言でしたが、助手席に乗っていた一人の友達が、ねえ、今の人さ、まつげなかったよね。と言っていたのが
印象的です。特に何かをされたわけではないけれど、皆で見た分すごい怖かったです。あの数秒間は私たちの周りだけ空気が止まってるような感じでした。以上、山形県で体験した話でした。はい、どうも皆さんこんばんは、ごま団子です。今日は怪談話を読ませていただきました。はい、最後に読ませていただきました貴族のお話、とても不思議で怖いお話でしたね。これヨーロッパで起きた出来事なのかなってね、この話に出てきた幽霊がね、ヨーロッパの、中世の貴族みたいな、女の人だったということで、ヨーロッパで起きた話なのかなって思いながら読んでたんですけど、実は山形県だったっていうね山形県で起きたお話だったっていう、どういうことなんでしょうね。山形県で昔、このヨーロッパの女性の方が亡くなって、それ以降ずっと日本にいらっしゃるのか、もしくはその、ヨーロッパの方から今回、旅行という形で、飛行機に乗ってね、幽霊が、その女性の幽霊がやってきたのでしょうか。他には何かあるかな、コスプレして亡くなった方なんですかね。どれにしろなんかすごい、稀なパターンなのかなと思いながらね、読ませていただきました。ヨーロッパで起きていたなら別ですけど、日本の山形県で起きた話なので、今までに読んだことないお話だなと思いながら、はい、読ませていただきました。はい、ということで本日のどの話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただきありがとうございました。風邪がね、治りそうっす。はい、治りそうというか、もうほぼほぼ治りましたね。咳がね、もうだいぶ抜けてね、いい感じになってきました。よかった、ほんと。僕の風邪ほんと長いからね、もう風邪ひいてから、咳がとにかく長引いてね、1ヶ月2ヶ月ぐらい長引くんじゃないですかね、咳だけでも。っていう感じなんですけど、いやでもこんなに早く治ったのもね、リスナー様方から、生姜湯を飲んだ方がいいよとか、体が温かくして早く風邪薬飲んで寝ちゃった方がいいよとか、いろいろアドバイスをいただいたおかげですかね。本当にいろいろアドバイス通りに過ごさせていただいたんですけど、治りがめちゃくちゃ早かったですね。というわけで皆さん本当にいろいろと教えていただき、そしてご心配してくださりありがとうございました。どうしても僕1年に1回ぐらい風邪ひいちゃうので、また多分来年もね、1年に1回どころじゃないですけど風邪ひくと思うんですけど、で急な声変わりとかね、しょっちゅう多分すると思うんですが、本当にすいませんごめんなさい。はい、今年もまだ終わってないですからね、これから本番でどんどん寒くなっていくので、てか旅もね、そろそろ出ないといけないっていう話なんですが、はい、今月末ぐらいに出れればいいなっていう感じなんですけど、もうその旅もね、もう今度北海道からスタートなので、めちゃくちゃ多分今もう雪が降り始めてて寒いと思うので、しっかり対策してから、行きたいと思います。また旅について進展がありましたら、はい、こういった場とか、もしくはツイッターで、お知らせしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったらこの動画にチャンネル登録ボタンと評価ボタンが設置してありますので、どちらも押していっていただけると嬉しいです。
あと、この動画の詳細欄の方に僕のツイッターの URL とか、あと、兄弟チャンネルの URL とか、あと、怪談投稿サイト、ホラホリラホシュワシュ、怪談投稿サイト、ホラホリックスクールの URL とか貼ってありますので、よかったら、チェックしてみてください。もうほんとね、最近口がやばいんですよね。口がやばいって言うと、なんかね、まあ、この口臭がやばいみたいに思われるかもしれないですけど、そうじゃなくて、口のなんかね、そんな感じです。はい。滑舌がやばいっていう感じです。はい。ということで、じゃあまた次の動画、もしくは生配信、もしくは旅先でぜひぜひお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。